そうですね、我々スポンサー企業としては何があっても共にいるから、うんうん、これが長崎の駅の脇にできるのか、長崎が輝くっていう可能性あんだなって、ちょっと勝手に大きな夢をどんだけ我々がサポートできるかっていうところも行ってくるかと思うんですけどね。不思議なご縁で、はい、そうですね。いやもうこれも本当に、まあ、特にビファーデに対してのなんか特に思いとかってそれぞれ何かありますか。会社は J リーグ全体をこうサポートして、はい、あの各支社は各地域のクラブをとことん応援しようということで、ただこう長崎支社としてはあのやっぱりビファーレンがもうどうなるかってことが一番大事なことで、ただまあ J1 に絶対行ってほしいって思いはもちろん当然あるんですけど、一方で J2 であろうが、まあ悪い時でも絶対にあの支援し続けると。ね、うちはあの特にあの子どもたちの未来ということで、ですからアカデミーの公式ユニフォームのこの首のところに、うん、あのロゴを入れさせていただいて、うん、アカデミーを応援します、うん、未来に、まあ、とっても大事ですね、はい、まあ、イコールその地域を元気にしようとされている企業を応援するっていう形なので、うん、一緒にね、うん、という気持ちが強い。なるほど、なるほど。まあ、うちの方はですね、まあ、本格的にやりだしたのは、3年前ですね。やっぱり本社が長崎にあるということで、長崎を元気にしたいと、はい、チームとして長とにかく長崎をっていう発信がですね、ビファーレンさんすごく多いので、まあ、そういう意味で我々もこうしたいなという部分が強かったというところですね。J2 から J1 に上がる時がすごかったですからね、うん、あもうそれは弊社の昔からの社員からよく聞きます、うん、私は見てないんですけど、そうだったですか。楽して行ってないんですよ、うん、はい、苦戦しながら 1-0 の試合が多かった、うん、苦戦しながら最後どん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 最後までしっかりと、なるほど、あその時のこのスタジアムはすごいことになってましたからね、うん、だからあれやっぱ見たいですよね、またね、あその時のこのスタジアムの地鳴りのような盛り上がりっていうのは、うん、そうそう、こうだから皆さんはご経験、経験してるからどうなるかが想像できるので余計ワクワク感がリアル、いやそれはそうです、イメージが作ってるんですね、そうなんです、そうなんですはあ、でまたこのシーン、ね、その J1 経験してる選手が何人か帰って来てくれたりとかしてるので、はい、まあ、そういう選手は断るごとにそういうこと走ってますもんね、うん、なるほどですね、かけがえのないそうですこう体験として刷り込まれて、うん、県民市民がみんなそれも思って、うん、あの時のワクワク感とか、うん、涙とか苦労とかっていうの一体でみんな共有しとるんですよね。そうなんですよね、うん、B2 の決勝戦が佐賀アリーナであった時に、うん、はいはいはい、佐賀アリーナまで見に行ったんですよ、うん、8000人収容のアリーナなんですよ、うん、はい、そこに7500人っていう人が埋まっていて、7500人がアリーナの中で声援したらこうなるんだみたいな、あだからそれを見た時にその新スタジアム構想が、はい、これが長崎の駅の脇にできるのかって思った時に、うわーってそうですね、なりましたよ。そうですよね、まあ、そこを通るたびにワクワク感がします。ワクワクします。今だいぶこっちと観客席が5メーターだった。そうですね、はい、もう5メートルの臨場感ある選手たちの息遣いまで全部聞こえるような、うんうん、はい、ただもう今までのサッカーの観戦とは全然違うような巨大な、もう唯一無二の日本あるいはアジアでも初めてぐらいじゃないですか、こんな見え方ができるなんです ね、うん、ですね。となるとやっぱり J1 に上がってあのハードは最高のものをですね、はい、今あるんでですね、はい、あとはソフトの、うん、いや相手チームはすごい、多分1年目はもう相当たくさん来ると思いますよ。 J1 のね、もう魅力の新しいスタジアムですし、これはもう J1 上がるしかないじゃないですか、うん、どう考えても、まあ、そこはもう上がると信じてもうそれしかないですね。後押しをどんどんしていきたい、まあ、僕最近思うのはサッカーのライバル何なんだろうなって、例えばビジネス的に言ったら観戦するチケット代よりもスマホ代の方にお金を使ってしまうとなると、うん、まあ、サッカーのライバルは実は野球ではなくってスマホなのかな、ゲームなのかなとか、うん、まあ、究極的にはやっぱり J1 に上がり J1 でトップを取りアジアのビファーレンになって
中国や中東からいろんなとこがインバウンドでバーッと入っていくのは全部プラスだからですね、もうそんな風になれるようなハードができるんだなと思うと、あとはチームが何とかしてなればですね、これは世界でも類を見ないような長崎が輝くっていう可能性あんだなって、ちょっと勝手に大きな夢を持ってるんですよね。そこはね、多分ドーンと皆さんそんな感じ、はい、だからそこに行くために、うん、まずはじゃああと残り14、15、うん、でどんだけ我々がサポートできるかっていう部分のところもこうなってくるかと思うんですけどね、本当にこう大観衆でみんなを迎えてあげたいっていうのは、まあ、まさにね、その J1 で戦った時はもうほぼもう最低でも1万2000でもね、どっと入ってましたし、この間の熊本戦が1万2000入ってましたけど、はい、やっぱバック空いてるんですよね。そう、選手たちが入場する時に、はい、あのバックスタンドを全部埋めてですね、はいはいはい、みんなをこう迎えてあげたいなっていうのが、やっぱあそこがこう気になるんですね。うーん、長崎っていう文字がずっとこう見えてるのがですね、なるほどですね、埋まってほしいね。あそこをこう埋まってる中に選手がドーンと入っていくと、思いが強い分またそこでグッと盛り上がって、うーん、そういうこうみんなが一つまとまって何かやりたいっていうところがあれば、そういう提案もなんかねできたらいいかな。 J1 に上がっていく時のスタジアムのこの地鳴りのような連日さあ行け、さあ行けっていう、それを見てみたいですね。見てみたいでしょ、お楽しみに。でその中にこう傍観者じゃなくて一緒になってですねあのいられる幸せっていうのはもう、なのでやっぱそういう経験をさせたいので、こう、まあ、我々企業としてみんなをスタジアムに来たらこんだけの興奮がもっとより、例えばダゾーンとか、はい、そういったのを見るよりも、よくもうどん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 ワクワク感があるよっていうようなところをどんどん発信していきたいな、まあ、そういったのも一つのサポートになるのかなっていうところだとか、明治屋さんだといつもこう健康チェックとかいろいろやられてるじゃないですか。そうですね。例えばうちの会社だとちょっとドローンとかをやっているので、例えばこう観客席をバーッと映しながらより臨場感を、それとみんながあ、なんか行ってみようかなと、そういったものがこうできたりとか、こうアイデアを出しながら、何世代かでやっぱりチームのね試合を応援に行ってるっていう、もう なんて言ったらいいんですかね、もう地域そのものというか、年配の方とかがサッカーのねビファレの試合のユニフォーム着て歩いてるの見ると、なんかめちゃくちゃ嬉しくなりますもんね。はい、うん、僕も念願の先生前々節かな、やっと孫にユニフォーム買ってやりました。あ、今度は手元で、ね、もう3世代で、ああいいですね、うん、こうずっと世代を超えて、はい、こう来れるようなチームになってほしいし、はい、うん、まあ、そういう意味でしっかり応援していきたいしところですよね。まあ、はい、ピラミッドでいうとやっぱりそこをしっかり、うん、底辺をしっかり基盤を、うん、それがこう上がってくるわけですからね、うん、基盤がないとそうですね上がってこれないですもんね、うん、だからやっぱここをやっぱり育てる、じっくり育てるっていう活動もぜひその、うん、ビファーレンとしてもやってほしいなと、うん、今まで以上ビファーレンがそのサッカーやってる子どもたちに対しての一番の目標になってきます ね、 そ う、 すね、そういうのも大事かなっていうのは思いますよね、うんうん、そう、この地にビファーレンが居続けてこう頑張り続けていくにはやっぱりビジネス的にもやっぱどっかの誰かがずっと無理し続けてたんじゃサステナブルにならないからですね、うんうん、でもやっぱそこの一番最初のルートがやっぱ僕はやっぱ J1 にまず上がって自分たちも強くなる、うん、そしてより強い選手たちがやってくる、うん、そうすることでこうお互いの相乗効果でこう長崎が盛り上がっていくと、うん、なるほど、やっぱこう継続していくっていうことがすごく大事っていうのは、うん、もうここ数年痛感してますよね、うん、そうですよね、一時的にっていうのはやっぱ誰でもできるところがあるけど、ずっとっていうところがですね、うん、そういう意味ではもうチームがある限りですね、ずっと応援していきたいなというその思いは多分皆さん変わりはないんじゃないかなというふうに思います、ね、はい、J1 に昇格に向けてと、ね、応援しましょう、もうやるしかないということですよね、はい、もうできる限りのことをどんどんやって、うん、もう選手はもうとにかく思い切ってやってもらう、そうそう、うん、我々がもうできる限りのサポートをしていきますよと、うん、いうところをこう表現したいですね。そうですね、はい、そうですね、我々サポンサー企業としては何があっても
共にいるから、うん、安心してとにかくピッチで頑張ってピッチで頑張ってくれと、こういうことですかね。そうですかね。結果何があっても我々は逃げることなく一緒にみんなと、ね、戦うからですね、はい、とにかく安心して、はい、J1 に行こうと、行こう、こういうことですよね。はい、はい、これで行くぞ J1 で、行くぞ J1 とじゃあせっかくなんで我々スポンサーがちょっと一丸となって、はい、じゃあ行くぞ J1、 おーい